イラが今何でしょうかね。走って今ちょっとおかしくなりましたか、うん、かもしれないですねみたいな感じですね。トレーナー豊田ピッチングコーチを呼んで、どこか足ですか、うん、ん？ん？今2球投げてボールです。ちょっと何か違和感があったんでしょうか。ただいやどうなんですか、どうなんですかね。あ、申告敬遠したいということですか。申告敬遠する、柳田控えてるんですよ。そうなんですね、ランナー埋まってる場面、1、2塁でしたですね今のね、近藤とツーボールになって、近藤それと柳田比べて、平投手が判断したということですね。いやー、これは柳田としてはどうですか、はい、なり、いや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 、ね、これはケースです、珍しいケースですし、はい、柳田氏としては絶対に打ってやろうという気持ちにもちろんなっていますが、満塁です。ツーアウト満塁です。初球打ってセンター前、柳田の怒りの一発か、これで2点目入った。セカンドはアウトですが、いやー今敬遠した後の初球でしたよ。まあ意地でね、いやどこでしょうねこれはね、もうね、はい、うん、珍しいですね、ピッチャーから敬遠してくれということをリクエストするのは、さすがにキャプテン4番の柳田、怒りの一発が出ました。2対0です。